お疲れ様です。ラットです。そしてどうも、ドズルです。お願いします。やってきました。ありがとうございます。お願いします。はい、というわけで今日なんですけど、はい、あのこの前ですね、この前あの一瞬だけ僕世界一位になったんですよね。一瞬だけ。いや、一瞬でも世界一になれるっていうのはすごいことですから。一瞬だけ。いやいや、本当に。でだって皆さん世界一になったことあります？僕日本一すらないですよ、そのゲームに限らず。だって世界一足が速いとか、はい、一瞬でもすごいじゃないですか。はい、なんですけど、まあ、やっぱハンデ戦はね、やっぱドズさん、あ、まあよくやってますね。ハンデいただいて戦うっていうのやってますよ。なんで、はい、もうそのデッキですね。もう僕はそのデッキしか使いません。世界一に到達したデッキしか僕は使わないんですけど、はい、まあそのデッキあればドズさんなら何でも勝てるんじゃないってことで。スナイプすればいいんですね、僕。あ、そうです、そうです。スナイプ勢ですね。オッケーオッケーオッケー。何でもって感じ。あ、じゃあもう、得意なゴレでもいいですし。でもいいし、ラットパイセンはウォールブレイカーですよね、確かね。はい、あのウォールブレイカーを消し去るカードを全て入れても。そうです、そうです、そうです。はい。でもね、勝てると思うんでね。はい、やっていきたいと思います。いや、これはね、ぶっちゃけ、はい、ちょっと自信あります。ぶっちゃけちょっと自信あるんですけど、はい、あそこが通るかな。オッケーオッケーオッケー。早いんですよ。 BO3 でいいですか？は、 BO3 でいきます。 BO3 でちょっと1戦目これで試させてください。怪しい。いやいや、これでいこう、これでいこう。お願いします。よし、お願いします。さあ、始まりました。必殺仕事人じゃないですか。いや、なんか僕最近なんですかね、なんかいろんなクランを巡るのが趣味なんです。あ、はい。マジやちゃ。マジやちゃ。これまたディガー飛んでくるか。あ、来ない。あれ、マジアチャ、あれあれ、マジアチャ入ってますよ。入ってるか。入ってます。僕何もズルしてないです。確かに入ってた。全然。これが、これ絶対ちょっときついっすよね。全然きつくないっす。あ、ちょっとやばいんですけど。全然きつくないっす。あ、ペッカですね。これね、僕ちょっと一戦目は、はい、あえてのまっすぐ行こうかなと思って。あら。お得意な、お得意の、お得意でしたっけ、ペッカ。今言うのは一応練習中、過去仮みたいな感じで、はいはいはい、でウォールブレイカーはね、入る気しないんですよね、正直。いやー、ちょっときついっすね。かつ、僕のスペルが嫌な雨なんですよね。そう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 。ディガー飛んでくるか、ディガー飛んでくるか、ディガー飛んできた。これはもうもちろん分かってる、分かってる。これが、これをこうして、お、うわー、止めろよバカ。ありがとうございます。まあ、一発ね、これでかいっすね。そうなんすよね。今の止めないのか、なんかずるいな。何もずるくないっすか。何もずるくないっすか。はい、なんかずるいんだよな。あ、これを、まあ、ペッカで受けるざるを得ないんすけど、うん、ちょっときついな。これちょっと美味しいですね。痛いっすよね、こう一発一発が。コウモリには、あ、はいはい、ザップもちゃんと入れてます。これはスケルトンプラスの、まあスケがちょっとないんですよね。あ、ないのか、ないのか。ちょっと歩いて歩いて。お、いやー、間に合わん。これボムタワーが来るんで、あ、来ない。待って、ペックの。おいし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 。やばい。そう、素晴らしい。ワンチャンスある、ワンチャンスある。まあまあまあ。チャンスありますよと。まあまあ。ちょっとね、負けそうな感じをこう匂わせといて。これだって勝ったら世界、実質世界一位名乗るんで僕。実質世界一位名乗るんで。このタルババ。いいタルババじゃないですか。まあまあ、いいタルババじゃないですか、まあまあ、これは。やりますね、やりますね。で、相手はこれ後ろからコウモリディガーするしかないんで、うわ、まあまあまあ、ないんで、こういうことですね。おお、よしよしよし、いき、頼む頼む。いや、僕でもこれ。ああ、ちょっとちょっと、ザップ外れた、ザップ外れた。ふあれ、舐めてますか。いや、舐めてないです。舐めてないですよね。いけます、いけます。全然いける。僕ちょっときついんですよね。全然いける。もうきついんですよね。全然いける。ここにライトニング。上級者はここにライトニングを打つ。あれ、そうなんですか。そうです。マジっすか。マジっす、マジっす。ここ、よっしゃ。それはよく当てましたね。ここをマジやっちゃれば僕は射抜いていきたいですね。よいしょ。はいはいはい。ちょっと一回ね、一回次ピピピランド。ピピピランド入らない。いや、入らん。いや、でもこれはいい勝負、いい勝負である。ちょっと待って、やばい、マジで違う。あ、でもこれ、あれ、リプス。いやー、ちょっとエリクサを使いすぎている。うわー、ちょっと待って待って待って、タイム。ああ。まあまあ、意外と攻め、意外と行きましたよ。意外と僕、割と。いや、でもね、僕ね、これね、対策しようあるんですか。あ、ちょっと苦手なカード教えてください。ラムライダーっす。
え、ラムライダーなんですか。矢の飴がちょっとやっぱ腐るときついですね。ペッカもだからちょっと苦手なんですよ。あ、結構いい差しだったってことですよね。あ、そうです、そうです。そういうことでは、はい、ウッドとかザップにしたいですもん僕今。確かに確かに。矢の飴を、僕のこのデッキもっと対策するには何がいいですかね。はい、デッキとしてはもういいのかもしれない、もしかしたら。デッキとしてはもういいんですよね。完璧。あれもう一回。いや、もう一回、もう勝てる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 。俺なら勝てる。マジアチャなんですよ、すべては、はい。マジアチャの。あのちょっとしたこれが強いんだよなこの あ, ありがとうございます。仕方ない仕方ない。ビビビビビビ、よし。いや、これにまあエレキか雪玉がザップ。あ、はいはい、はい、嫌ですね。まあ、いや、このコウモリディガーとオールブレイカーが本当に嫌らしいんで、もう流れだってもう僕の流れですよ今。な、間違いない。ペースつかまれペースはつかまれ。ただね、ファイボがないんでマジアチャが行きやすい、行きやすいと思うんですよ。いや、素人っすね。嘘でしょ。嘘で。結構みんなそう思ってるけど。素人っすね。本当っすか。はい。ああ。マジマジ。僕何もしてない。マジマジ。あ、マジマジマジ。オッケーオッケー、残った残った。よいしょ。よいしょ。で、まあまあ、ちょっとな、もう忘れてた。さあ、さらには。あ、これ釣れないのか。さ、釣れない。さらにいいザップ、いいザップ、今のは完璧のザップが入り込みました。まあせこいっすね。せこくはない。でもこれせこく、いや大丈夫大丈夫、はいはいはい、このためにエレキ入れてるからエレキそんなだったら。そうですそうです、オールブレイカー対策ですよ。はい、はい、それこそみんなそうですよ、エレキ入れてる人は。ラムライダーがちょっと厄介ですね僕。いいですね、まあ、あのペッカでボムタワー咲かせてラムみたいなね、そういうとこありますから。やりますね。よいしょ。まあまあまあ、ここは。いや、これちょっとやばくね。あれ、この間にちょっとディガーで僕が削りたいんですよね。これはコウモリが、これは許容、これは許容する、これは許容する。横に、よし。まあまあまあ、まだまだ僕リード中です。いや、僕でもこれ勝ってるな、勝ちたいですね僕としては勝ちたいです。ずっと攻めてくるんだよな、いやらしくずっと攻めてくる、本当に。よしよしよし、まあまあまあ、まあ、ここ一回できた。言うの。ここはよいしょ。マジ。いやー、これ終わったくないですか。大丈夫ですか。ああ。おら。なるほどね。いけ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 。これザップ。お前らお前ら。よいしょよいしょ。ああ、やばい。ちょっと待って、捨てすぎた捨てすぎた捨てすぎた。いやいや大丈夫大丈夫。あれ、いやいやいい、大丈夫大丈夫。これちょっとあれ、ね。僕のペッカはね、捨てのペッカなんですよ。これもう今の間に稼いでくんすよ。ああ、きつい。守れないんでね。きつい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 。守れないんで。きついきついきつい。今の間に稼がしてもらいます。うわ。おらおら。さ、からのからの。いけ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 、ここここ。一発。二発。三発いけ。いや、でも大丈夫。ライトニングで落ちる。あ、落ちない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 。だいぶミスっただいぶミスった。ああ、レベル13固まった。なんでなんでレベルが9なんだ。平等ですからね。あ、平等だったか。いや、それじゃ。次やりましょう。次レベル13バーサスレベル9でやりましょう。できるんですか。いや、できない。無理っす。無理。いやー、1戦目の惜しかったな。いやー、メタリがやっぱ。甘いっすね。どうやってみて、メタレって上手い人じゃないとできないんですよ。どうやってメタればいいんですか。ちょっと先生教えてくださいよ。ペッカを使うんですか。いや、何でもいいです何でもいいです。ただちょっと、はい、あ、じゃあ流行りのデッキだったらあれですね、高回転のジャイデッキですかね。いや、ジャイは使えない。ジャイは使えないよこれ。ちょっとちょちょちょ、一回シンキングタイム。一回シンキングタイム。オッケーです。これでいきます。はい。はい。いや、もう僕デッキ教えてますからね。いや、そうなんですよね。それでもやっぱ強い。はい、よし。実際世界1位とか上位に行くとスナイプって結構日常的にあるんですか。いや、でも。僕の時はそんなないです。まあ最終日ですね。ほぼ最終日。最終日付近だと、ちょこっとある。ありますね。はい、上だと。まあ、僕はちょっと。そう、僕、スナイプ、すごいですよね。それだけ人がいないってことですもんね。まあそうですね。いや、もうこれが嫌だ、これが嫌だ。
いやこれでもなんか勝ったせたりそう。いやそうなんですよ。もうこれで4ワード。これバルキリーただっすからね。そういうことですよね。これはずるいんだよな。いやーこれだって絶対今きついっすよ。これにトルネ使うんすかね先輩。メガ5だと、ああ、5! こうなりますよ、ね。対マジアチェ用ですね。対マジアチェ用5。いやそれね、安直なんですよ。本当っすか、はい、だって、はい、ボムタワー壊せないじゃないですか。いやもうそれはだから最後の最後までそれに悩んでたんですよ。どうやって壊そうって思って5だとマジアチャー処理できるんですけど。そうなんですよね。そうなんですね。ああ一発。えちょっと待って、どうしたんですか。処理できない。お前気合い入れろよまた。入れ。そうなんです。えペース完全に握られとる。いやもうなんか楽っすね。楽っすね。ちょっとこれは知らん。おお、はいはいはい。ゴリ行きます、ゴリ行きます。まあまあ、まあ、これちょっとねラッパイ戦ね、あやばい、これ捨てっすか。いやもういや捨てたくないよ僕だ。僕だって捨てたくないけど守れないもんそんな。ダクネで防衛できましたよ。ダクネ、ダクネか、ダクネが良かったか。あでもそしたらゴレの後ろに、そうゴレがね、ゴレが一人ぼっちになっちゃうんで。よいしょ。でもこのボムタワーが、ボムタワーが永遠にきついと。いやそうなんですよね。ただソライニットがちょっといないのも、ソライニットがいい感じに、いい感じに、これはいやいやいや、いや入らんな。捨ててまで作ったこの形を。捨ててまで作ったのに。せっかくの捨てが、いやこれがまた、これがまた、うん、よー入らん。よし、はいはいはい。まだからのからのまだやって1分ありますから。そうですね、1分あれば全然参る、全然参る。正直余裕っすね。本当に余裕なんだよな、ぶっちゃけ。僕から見ても余裕そう。いやボミーが来るでしょ、ボミー来て、ね、ボミー来て、え、これはもう完全に、完全に、はい、ボミー来て処理して、よいしょ、処理して、だからもうあるぞと。いやいや、 あるんじゃね、あれあれ、おら、よし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 、あれ、これはこれはまさか、いやまあまあ、まさかこれはちょっと待って、こっからだときついっすね。こっからだとバルキリーさあ、まあまあ一回攻めて、お、これは、いやー入る、気合がやっぱ違う、気合ちゃうな、気合、気合が違う、はいはいはい。でマジ打ちに5を打ちたいが、がしかし、いやいい、いいこの攻め方、いい攻め方、よしよしよし、マジアチャが生きてんな。いやーオッケーオッケーオッケー、マジアチャが生きてる、よしよしよし、いやいい感じ、そういい試合してますもん、いい試合してる。これメガゴワンチャン、ワンチャン勝ちたい。これディガーが来る、ディガーが来る、ディガー、あーもうこれ、これが赤、これでベビードラが、おっしゃ完璧、完璧、今のは優秀すぎたな、優秀すぎる。マジアチャがさっきからもう無限無限マジアチャしてる。竹ちゃんと取って、さあレジ状態、ここはボム、あ、そっちか、よしよしよし、あ待って、ちょっとこのあれがうまい、いやバルキリー優秀ですね。オッケーオッケー、いやこれ止まんないっすよこれ、いや止まる止まる、余裕で止まり、よし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 、いやいい、いい勝負、めっちゃいい勝負してる、勝ちたいっすね、ちょっと勝ちたいっすね。これはあれ、ああ、ハイバー使う。やばい、トリプルエリクサーだ、これ。本当だ。分かんなかった。言われなければ。言わなきゃよかった。言わなきゃよかった。こうでもトリプルエリクサーになると、ちょっと不利な、気持ち、気持ちね。気持ちだけですよね。いや、ファイブここじゃない、ファイブここじゃない。あれ、そこに咲いたら、これは、あれ、くぅあれ、今日ハンデありました。無理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 、今日ハンデありましたっけ。無理って無理って、うまいもんそれは。だって僕が勝てるわけないよそんな。無限に来るあれもう。オールブレーカーとかも、いやこれはね
あれですわ、やっぱうまいっすわ、はい、先生。あ、ありがとうございます、はい。あのゴーレムだってトリプルエリクサー、まあ気づいてなかったですけど、はい、でもダブルエリクサーになったら大抵入るんですけど、はい、やっぱ入んないですねこのデッキは。ずっとやっぱ攻めるんで、ずっと攻めてエリクサー貯めさせてもらえないのって、やっぱボミーが強い。ボミー強いんですよ。ボミーほんと強いんですよあいつ。下方入ってもいいぐらいだと思うんですよ、ね、あ、ほんとっすか。あの爆破が、爆破、あの爆弾が、はいはい、あれの爆弾あれがね、あることでまた強いですからね、はい。というわけで、いやちょっと気持ちいいですね。今日ハンデなしだったんですけど、あ、あった、あった。一応ありました、ね、一応ありました、前線した方だとは思いますよ。そう、ハンデ、まあハンデではね、そういう薄かったですけど、まあもうちょい勝ちたかったな。というわけでね、ちょっと本日コラボさせていただきましたね、ロズさんの、チャンネルに貼ってきますので、ぜひ、はい、あのコラボ動画をね撮ったんで、ぜひそちらを見てみてください。よし、チャンネル登録の方もねお願いします。お願いします。はい、お願いします。というわけでご視聴ありがとうございました。バイ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 。